釣り場先輩？ちょっといいか。珍しいですね、理事長が学校に来るなんて。霧城くんから彼のことを聞いて、いてもたってもいられなくなってね。じゃあ、やっぱり彼も。ほぼ間違いないだろう。実に興味深い事例だよ、彼は。例の適性があっても、本来なら不安定になるはずなんだ。記憶が消えたり、混乱したりね。しかし彼は、何事もなく学生寮にたどり着いた。あの時間の中を、当たり前のようにくぐり抜けてな。普通じゃないってことですか。さあな。そこでね、竹馬くんにはしばらく彼の動向を近くで見守ってもらいたいんだよ。それ監視って意味ですよね。まあそうなるかな。竹馬も目を通しておいてくれ。なんかこういうの気が引けますね。彼まだ何も知らないのに。知るだけの資格が彼にあるか、それを見極めるためにも必要なことなんだ。そりゃわかりますけど。随分と転校を繰り返していたようだね。親戚中を転々としている。両親は亡くなっているのか。しかも10年前のこの町で起きた例の事故で。あ、妙な因果だな。10年前の事故。